だからこの CD を売らないといけない、このね、武道館で打たないといけないっていうのは、ね、ひょっとしたら、本当の自分がやりたいことじゃなくて、中にある小さな部分、小さな自分がこうしないといけないって思っていることかもしれないのね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、歌手になりたい人、または YouTuber になりたい人、あとね、ミュージシャンになりたい人もちょっと含まれているんだけど、その人たちに特別なメッセージを用意させていただきました。いや、クリス、僕 YouTuber にもなりたくないし、歌手にもなりたくないし、音楽に全然興味なくて、俳優や女優にもなりたくないんだっていう人たちも、ちょっとぜひ見ていただきたいの。特に好きなことを仕事にしたい人たちは、超見てください。これすっげえ、超insightful。すごいいいと思うのね。で、ですね、どういうことかと言いますと、先週、ちょっとね、郵便局にいたらね、とても素敵な、女性から、声をかけられて、クリスさん、本当に、いつもビデオ見ていますって言われて、ね、歌手になるっていう夢があるんですって言ってくれたんですよね。で、僕、ちょっと、前からね、歌手になりたい人と、あとミュージシャンになりたい人には結構僕熱い思いを持っているんですね。なぜかというと、このインターネットができた後にこのミュージシャンの時代がものすごく激変わったのね。超変わったの。で、昔のやり方をやっているとやっぱ新しいやり方はもう考えていただきたいなっていう、このね、その一つの熱い思いがあるんですよ。歌手になるっていう夢を持っている人たちって結構なプレッシャーの中にいるんですよね。これ多分 YouTuber になりたい、僕も最近僕YouTuber なんじゃないかって気づいて、ちょっとその話は後でするんだけど、これが届いたんですよ、クリスの部屋から。皆さんのおかげでね、10万人のチャンネル登録者をいただいてっていう、this thing came. So thank you so much, you guys. I couldn't have done it without you guys. ね。で、僕は YouTuber じゃないよってずっと思ってたんですけれども、ちょっと海外の YouTuber たちの教育をするアカデミーみたいなのがあって、そこでちょっと僕教えたりし始めて、僕も YouTuber かもなって思い始めてるんですよね。で、このポイントは、歌手になるとかミュージシャンになりたいっていう人たちはすっごいフラジルな夢を抱えているんですね。もう本当にちっちゃいお花みたいなのね。でもここでお前歌手みたいになれなきゃないだろうみたいな、お前は無理だよっていう、この一言が大きいこの花を潰すブーツ、足みたいな感じでブツってやっちゃうみたいな感じになる時もあるので、すごい歌手になりたいなとか、ね、俳優になりたいなとか、女優になりたいなとか、人の前で輝きたいなっていう人たちの夢がある時は、ちょっとできるだけ普通よりエクストラセンシティブになってあげましょうっていうのが一つで、もう一つはね、正直言ってね、その人が歌手になるっていう夢を持って、でそこでなんかするわけでしょ。で、歌手になるか歌手にならないかは置いといて、その経験を通してその人が何か学べるかもしれないじゃん、ね、でそれを学べないよって相手に言うことは僕たちはできないと思うんだよね。人様にそれを言うのは、人様は人様の自由があるから、その人がこれをやりたいんだっていうのは、これを通してなんかね、学びたいことがあるんだっていう意味だから、それはもうそんなのね、無理だよっていう言う資格もない。っていうことだと私は本当に思うんですよね。僕はそれは本当に思うの。これは危ないよっていうのは言ってもいいと思うの。これをやると僕の現実のやり方で知ってる限り、これはすごい危険だと思うんだ。なぜかというと XYZ っていうのはフェアだと思うんだよ。フェアだと思うんだよね。それはフェアだと思うんだよ。でも相手に「いやそれ無理だよ、やめとけ」っていうのはそれちょっと違うんじゃないって思うんですよ。That brings me to another topic. 歌手になりたい人、YouTuber、俳優、女優、ミュージシャンになりたい人は、周りからめっちゃこのようなことを言われます。特に人の前で輝く、人の前で立って人を癒す、人を幸せにするっていう職業はめっちゃくちゃ言われると思います。Okay? なのでこういう時はね、超大切にしないといけないんですよ。誰のアドバイスを受けるのか、誰のアドバイスを受けないのかっていうのを、ここ力強く、まずもう最初のスキルはね、あなたの夢を現実にしたいんだったら、まずそこにシールドを立てることだと思います。特に僕の場合、俺さこの仕事やりたいとかずっとやってる、25歳から思ってたんだけど、結構ひどいことを自分の家族とか、僕は YouTube で言ったらチャンネルバンになっちゃうぐらいなことを言われたからね。で本当に家族とかがこういうの言われると頭が狂っちゃうぐらい、本当に。なのでこのちょっと別のビデオでもお話ししてるんですけれども、怖い人、ネガティブな人がいたら逃げなくていい、戦わなくていい、避ける、避ける。お前それ無理だよね、ああそうですよね、難しいですよね、すいませんって言って避ける。パーソナルで受けない、この上手、これを上手にできるようになろうな。ね、でこれは実際にあなたが歌手になる、 YouTuber になる、ね、あなたの夢が叶う叶わない、どっちでもすっごい役に立つスキルなんだよね。人の言うことをちょっと距離を置いていく、これすっごい大切なスキルなんですよ。で誰が言うことを聞けばいいのかっていうところに、ナチュラルにこの話がつながっていくと思うんですよ。誰の話を聞けばいいんだろう。僕が前から言っているのは、実際にそれをやった人、その話を聞くのが超いいと思うのね。実際に歌手になった人、実際に YouTube でやっている人、実際に俳優な人、または好きなことで仕事、その業界でやった人の話を聞くのは、これはもう論理的で頭を使いたいんだったら、もう当たり前中の当たり前。で、危険なことはこれを一人にしない方がいいわけよ。ね、これできれば3人とか5人 でこれ今すぐやらないといけないの、今すぐじゃないけど、自分のキャリア、自分の生きているところで数人の話は絶対聞いといた方がいい。本読んだり YouTube のインタビュー見たりで、日本だけはやめようぜ。その海外、英語で、例えば英語でやった人はどうやったんだろうって、英語の YouTube でそこに英語の字幕をつけてリスニングをするとか、まあ、英語を使う。結構ね、日本だけじゃないから、本当に。で、日本だけで起きてるわけじゃないからね、こういうムーブメントっていうか、夢を持って生きていく、世界中にいるから。で、世界中の人が応援してくれるからね、日本だけっていうよりちょっと一回上がって、そうすると世界中にポツポツ、あ、こういう人もいるんだみたいな感じで、そことのコネクションもすごい重要なのね。でここが今、僕がここから話すことが、このビデオのメインポイントなんですよ。メインポイントなんですよ。それは、ね、自分の夢、自分のビジョンを持つときに、過去の成功の写真、過去の成功の絵、過去の成功のパターン、距離を置くっていうことなんですよ。これものすっごい、ものすっごい大切なことなんですよ。あなたが本当に歌手になりたい、あなたが本当にミュージシャンになりたい、あなたが本当に俳優、女優、 YouTuber なりたいんだったら、昔の人たち、ね、または他の人たちが成功して現実的に結果になっているっていうことは変わるかもしれないっていうのを頭の中に入れといてもらいたいんですね。Alright? でこれは歌詞で説明すると多分一番分かりやすいと思うんだよ。ね、歌手って、OK、まずこの音楽ってね、俺本当にね、音楽で話すと本当にね、もう2時間ぐらい熱く語れることができるんですよ。なぜかというと、インターネット、1990年インターネットなかったんだよ。インターネットなかったんだぜ。やばくない？スマホとかなかったんだよ。ソニー、ウォークマンとかの時代だったんだよ。テープとかだったんだよ。で、なんか MD とか出てきたんだけど、ポイントは、ね、その時、ね、90年代に歌手になりたかったら、どうしないといけないって言ったら、アルバムっていうのを作ってたわけよ。ね、CD。で、この間、海くんと話してて、海くん、知ってるかな？ちょっと海くんのリンクどっかにつけとくね。ぜひ海くんの、チャンネルを登録してあげて、応援してあげてください。彼本当に頑張ってて、すごい素敵なので、僕は大ファンです。で、海くんとちょっと話してて、で、海くんが、CD をくれたのね。で、僕の、毎朝勉強してるところに置いてるんだけど、だからね、3週間ずつに毎回思うの、これ、海くんの CD 俺まだ聞いてないなって。で、気づいてるのよ。俺が海くんの CD を聴けることは俺の PS4 に CD を入れることしかできないわけよ。あと車にも CD プレイヤーついてるかな。いわゆる本当に CD が聴けるものがないわけよ、僕の家に。悪い、まあ、PS4 はあるけどね。ごめんね、海くん、まだ聞いてないんだ。悪い、悪い。でも、ね、ジャケットがついててかっこいいぜ。毎日写真は見てるぜ。Right. ポイントは、やり方が変わってきてるっていうことなんだよね。で、一つのことは、歌手として成功したいんだったら、自分の CD を作らないといけないっていうのが昔のパターンだったんだよ。OK。これは今でもパターンだよって思う人はいるかもしれないんだけど、よく CD 業界の売り上げがどのぐらいなくなってきているのかっていうのを過去の20年間のグラフみたいな感じで考えて、リアルに考えていただきたいわけよ。ね。これは、そんなに怖くないと思うんだよ。これはリアリティなんだよね。リアリティは見た方がいいわけよ。リアリティの中にチャンスがあるんだよ。リアリティの中にチャンスがあるんだよ。で、この、CD っていうのが下がってきてるわけよ。どういうことかっていうのはもうちょっと後で話すんだけど、もう一つね、私が歌手として成功する時にはこういうことが起こらないといけないっていうイメージが絶対頭の中にあると思うんだよね。それは CD がベストセラーになる、ね、武道館でコンサートする、テレビで出て、なんかテレビ朝日とかで朝の番組になんかアルバムがリリースする時になんか話してる、ね、芸能界に入る、事務所がつくとか、ね、こういうのが絶対自分の頭の中でこれが成功モデルですでついてる人もいると思うんだよね。でこれよく考えてもらいたいわけよ。これは前人間が作ったことなのよ。自然の中にあなたが歌手として成功したいって言ったら、いや、そしたらあなたがベストセラーの CD 作らないといけません。武道館でコンサートしないといけません。テレビに出ないといけませんとか。OK? そして書いてないわけよ。リアルに。OK? ね。だからポイントは自分がステージの上で立っていて、ね、テレビでも来ているってもいいよ。ね。ベストセラー売れててもいいよ。武道館で立っててもいいよ。ね。で、目を閉じて、その波動を覚えてもらいたいのよ。その波動を、その感情、その感じを。ね。それは受け取るのよ。でも、それが、その波動っていうか、その感情を受け取るときに、必ずベストセラー CD がないといけないか。必ず武道館の上で、スタジアムやらないといけないか。必ず事務所に入らないといけないか。そうでもないわけよ。わかる？その感情は老人ホームで、ね、人生の最後を迎えている人たちの中で、ね、みんなが涙を流すぐらいの歌を歌うっていうことでもその感情が得れるわけよ。子供たちがいるところで、そこで希望の歌を歌うことで、そこの感情は得ることはできるわけよ。ね、だからこの CD を売らないといけない、この、ね、武道館で歌わないといけないっていうのは、ね、ひょっとしたら本当の自分がやりたいことじゃなくて、中にある小さな部分、小さな自分がこうしないといけないって思っていることかもしれないのね。でね、これすっごい重要なの。だから夢を捨てろって言ってるわけじゃないんだよ。武道館の夢を捨てろって言ってるわけじゃないのね。What I'm saying is be open to other possibilities、right? オープンにしとかないといけないわけよ。何が起こるかわからないのね。こうならないといけないって思って怒りを感じる、恐怖を感じるって言ったら、そのこうならないといけないっていうのが嘘、真実じゃない場合がめっちゃあるの。ね、それはなんでこうならないといけないのって、ね、いや昔からかわれたから、ね、そういう子たちに私は成功したんだって、私できたのって見せたいのって、OK、それはスピリチュアルワークって言うんだよ。それは歌詞と別のことなの。わかる？それは自分の心にブロックがあって、過去に傷がついたことがあって、それを癒していくワークが必要があるの、ね、それと歌詞になるっていうのはちょっと別でもいいわけよ、ね、なぜかっていうと、事実はみんなにそういう価値があるから、認められるって、今のままで認められて大丈夫っていう価値がみんなにあって、それが真実だから。ね。で、OK。わかったよな？これ。You gotta be open to it. You have to be open to it, OK? This is really, really important. なぜかというと、ね、ちょっとまたのビデオの中で後で話すね。OK。この音楽の業界っていうのが変わってくるのよ。ものすっごい変化が来るのね、音楽の業界。だから昔のやり方で、成功し続ける人は絶対いるの。でも新しいやり方も出てきてるの、ね、例えば僕は今 YouTube でしょ、テレビじゃないでしょ、いろんなやり方が出てきて、いろんなお金の収入のやり方も出てくるの。例えば僕がミュージシャン、歌手だったら間違いなく倍収入っていうのをやります。バイリンガルじゃないよ、バイリンガルガールじゃないぜ。倍収入。収入を2つ用意するの。これすっごい大切なの。で、特に歌手。本当にね、ミュージシャンはものすごい大切なことをやってるからね。この世の中で。ちょっとキレてるクリスみたいなのがいるんだけど。いや、だっておかしいんだよ。ね。ミュージシャンがいたらお金払う？払わないよね。誰もミュージシャンに。なんでって。ね。でもよく考えると、みんな一日中ミュージック聴いてるんだよ。一日中このビデオのミュージックかかって、ちなみに僕はお金払ってるからね、このミュージックで。もう本当にお店行ってもどこ行ってもミュージック流れてる。スタバね、コーヒー飲みに行ってもミュージック流れてる。ディナー行ってもミュージック流れてる。ミュージシャンいます？いません。おかしいのよ、おかしいのよ。でこれ絶対変化来るし、これを僕たちは、まあね、ファシリテートしたいよな。これがもっと楽に変化が来るように僕はしたいんだけど、ちょっとこれはまたの話になるんですけれども、ポイントは音楽の業界にものすごい変化が来てて、例えば僕が歌手をやってたらファンをめっちゃ大切にするのね。間違いなく LINE アットグループは作るので、そこで僕がこういうのやったよ、新しいビデオやるよ、ライブやるよっていうのを絶対やるの。イベントやるよっていうので、もう一つ何をやるかっていうと、 YouTube ライブであれお金が入れてる機能があるから、お金をくれた人にリクエストを受けて歌を歌うっていうのを絶対やる。絶対やる。ね、でそういうふうにやって倍収入、ね、2つの収入を得る。これをこの期間を2年から3年ぐらい持っても全然 OK なんだよ。ね、前のやり方はなんかハリウッドの映画みたいな感じで、ね、歌を歌ってて、でカラオケで歌を歌ってたら隣になんかすごい、ね、ソニーミュージックのね、プロデューサーみたいな人がいて、ね、あなたの曲は天使の歌だみたいな感じで知らないうちにアーティストになってサインされて、ね、気づいたらアルバムリリースされてて、で世界中日本中で売れてテレビに出ててわーいみたいな、ね、で武道館で歌ってるそれが私の夢みたいな、あマイクが完全に取れたかもしれないんだけど、ちょっとマイクなんですね。時代は変わってきてるわけよ。リアルに考えていっていいわけよ。逆にリアルに考えていくところにチャンスがあるんだよね。Right. ちょっとこれ直しておきます。ごめんなさい、戻ってきました。Right. で、ね、もう一つ昔の成功パターンでやるときに注意しないといけない恐ろしい、これ注意やな、warning っていうのがあるんですよ。warning。OK? でこれ実際に僕は、まあ、ちょっと芸能界に触れることがあったので、過去の経験を通して見たことがあるんだよね。で、この事務所に入ると何が起こるかっていうことを事務所に入る前に知っといて、でそれを事務所に入っている人と事務所に入っていない人、今正直言って事務所に入っていない人少ないから、俺めっちゃ応援するよ。事務所入らないでやりたいっていう人いたらめっちゃ声かけて、俺めっちゃ応援するからね。マジ本当にこのイベントやるときにさ紹介したりとか、マジ俺めっちゃ応援するぜ。ミュージシャン頑張ろうぜ。俺のハート I am with you guys man 101%. I'm with you man.I'm with you. I'm on your side. Okay? ね。あなたが、あなたの音楽、あなたのアートについて本当に世界が良くなるっていうの僕知ってるんだよ。ね。で、それを待ってるから、なんか僕できることがあったらめっちゃもう本当に応援します。で、事務所に入るとどうなるかっていうのは、これネットとかで調べた方がいいと思うんですよ。ね。で、例えば一回これ10年前ぐらいかなんかちょっとなんかモデルみたいな仕事僕一回やったのね。外国人だからみたいな感じで、でなんか外国人がお寿司を食べるみたいな、なんか映画か CM かなんかそういう海外のウェーブ向けのやったんだよね。ちょっとよく覚えてないんだけど銀座で、でそこで日本人の女の子がいたので、本当にちょっと忘れちゃったんだけど名前とかで、なんかその子がすごいなんか結構有名な雑誌に出たわけよ。1回でよく月曜日の朝とかに売ってる雑誌とかあるじゃん、ね、コンビニで置いてある、ね、そういうのに出たわけよ。でその子が出たのが、ね、でそこでなんか寿司を食べるシーンみたいなのを撮って、で話してたのね。そしたらなんか「いやもうなんか普段どういう仕事してるの?」って言ったら「いやこれだけです」って言うわけよ。「もう事務所で入ってモデルやってます」って言って「へえ大変だね」って。えじゃあ他になんかバイトとかはやってるの?」とか言って「いやバイトが禁止されてるんです」ってなるわけよ。ね、でどういうことかというと、彼女はその事務所に入っているから、その事務所が OK っていうことしかできないのね。ねでその事務所が企画することしかできないのね。ね So I'm not sayingね、だから事務所に入ったら自分で企画することできないよって、そういうことではないの。そういうことではないの。それはできるかもしれない。でも中にはそういうことができない事務所もリアルにあるわけよ、ね、でなんでっていうと、昔のやり方のメインストリームは成功パターンを出してるから、そのパターンをやっている人たちが山ほどいるのね。でこの新しいやり方にスイッチするっていうのが、ね、だからミュージシャンの事務所を持っている、マイク外れたんだけど大丈夫かな、うん、ミュージシャン事務所の社長も絶対このビデオ見てるんだよね。こういう社長はすげえ良くなる、こういう事務所は良くなるわけよ。ねでも前のやり方で中にはこのやり方でめっちゃ成功しちゃうと考える暇もなくなるのね。考える暇もなくなるわけよ。ごめんねマイク直してシャツ着ました。OK。でもう本当にこの昔のやり方で成功しすぎてて忙しすぎてて、こういう違うやり方を考える暇もないわけよ。で、これよく知ってると思うんだけど、テレビの業界、音楽の業界ね、まあダンスの業界はよくわかんないんだけどね、結構労働時間が半端ないんだよ。ね、だからめっちゃ疲れてる人がいっぱいいるの。芸能界とかね、そういう有名になってる人たちは超疲れてる人たちがいっぱいいるわけよ。ね、でそこに自分が入ってきて「いやこういうのやりたいんです」って言ったら「お前若造何言ってんだ」ってなる可能性もめっちゃあるわけよ。ね、だから事務所に入らないでっていうことじゃないんだけど、その判断は自分で決めてもいいかなって思うの。ね、だからその昔の成功モデルってちょっと現実的に難しいと思うのよ。でなんかそのミュージックの業界の人に聞くと、いやなんかライブに来る人の数が少なってきてるって言ってる人もいて、いやそりゃそうでしょねえねえそりゃそうやろっていう話なわけよ。でそれでそのライブビジネスやって生活して CD 売ろうとして、いやもっといいやり方絶対あるよと僕は思うんだよね。それを一つの武器と思ってるのはいいと思うんだけど、でもポイントは昔のやり方でやるっていうのも大切。でもそれを手放してもいいわけよ。わかる？何が大切なのかというと、まずそれで生きていけることなんだよ。ね、これね結構ね、この成功の本っていうのがあったらそこに絶対ねマストで言えるんです。最初の成功はそれで倍収入やな。でそれで生きていけるっていうのはものすっごいことだからね。で最後に一つ言っとくんだけど、ずっと歌手になりたい、俳優になりたいって言ってそれやったら後からそれを趣味にするのも OK なんだよね。これ今聞かれると「いてー!」みたいに感じるかもしれないんだけど、正直言ってそれを趣味にする、またはそこから別のところに飛ぶっていう時もあるわけよ。どういうことかというと、僕は俳優になりたかったのね。で劇団に入って25歳の時に、で劇団ひまわりに入って俳優になりたかったので、夏休み行く前にその僕のマネージャーの人を見つけて、ね、僕何でもやりますって、英語もできるし日本語もできるしすごい自信があって、もう本当に立ってるだけでもう本当にうまく立てられますみたいな感じで行ったわけよ、夏休みの前に。で夏休みでなんか外国行って戻ってきたの。でそこでそのマネージャーみたいな人とお話ししたんだよね。で何か仕事できることなんか見つかりましたかって言ったら、でそしたらその人は「いや俺何もしなかった」って言ったわけよ。でその時に僕辞めたの。分かりました、じゃあ今日で辞めさせていただきますって辞めたのよ、事務所。でじゃあ俺自分でやるやってやって、そのカメラ持って自分で YouTube で自分で俳優になって、自分で監督になって、自分でトピック見つけて、自分でも編集していっぱい学ぶことができたんだよね。ね、だからその俳優になるっていう夢があって、それを実際に一つの仕事もなかったんだけどね俳優になるっていう夢があって俳優の仕事はできなかったけど、それを通して今の自分がいるのね。だから歌手になりたいとか YouTuber になりたいとか、ね、そういう夢を持つのが素敵なんだよ。でぜひそれを見て行動をとって、絶対学べることがあるのが事実なんだよね。ね、学んでいいのよ、その価値があるから。ね、そう、自分の幸せを見つけてそれをベースとして生きてください。ね、それが大切なことだと思います。でこういうふうにならないといけないんだっていうのは、ひょっとしたら本当の自分の夢じゃなくて、それは今の社会にあるやり方で自分には違うやり方があるかもしれないし、多分そっちの方が現実的だと思うのね。だから夢を捨てろって言ってることじゃないのよ。ね、その感情は大切。でもそれがどう実現されるかっていうのは Be open to it. Open your mind. これだけを見るんじゃなくて他のやり方、特に海外のやり方も見てね。でそういう感じで進んでいくといいことがいっぱい必ず起きると思います。I love you guys. Thank you so much for checking out this video. And I will see you in the next video. Thank you.